東京都の増添洋一知事の辞職に伴う知事選で、民進党の蓮舫代表代行が立候補を見送る意向であることが17日、分かった。蓮舫氏は、改選を迎える参院選22日公示、7月10日投開票の東京選挙区に予定通り立候補する。民進党内には、蓮舫氏の都知事選立候補への待望論があったが、候補者選定は練り直しを迫られる。民進党関係者によると、蓮舫氏は、岡田克也代表と枝野幸男幹事長に都知事選には立候補しない意向を伝えた。都知事選に転じる場合、参院選公示前日の21日までに判断を迫られるが、都知事選の告示は7月14日と決まり、3週間以上先になる。最近の都知事選は、候補者が出揃ってから、後出しで出馬表明した候補が勝つ傾向にあり、先に手を挙げるのは厳しいとの見方があった。蓮舫氏は、野田佳彦前首相のグループに所属するが、野田氏も、都知事選への転出に慎重な考えだった。また、民進党は、参院選で、改憲勢力の3分の2阻止を掲げている。獲得議席数が岡田氏の責任論と直結するため、1議席でも議席を上積みする必要がある。東京選挙区改選数6での2議席確保は、蓮舫氏抜きでは難しいとの声が強い。岡田氏は、参院選に全力を挙げたい意向だ。蓮舫氏は参院当選2回。キャスター出身で、民主党政権では、行政刷新担当省として事業仕分けを担当して注目を浴びた。なんか町場はなんか選挙一色になってきましたよね。選挙とあと都知事選、はい、ね、あるし、はい、まあ、先日はですね、うん、ニコニコの方でね、はい、党首討論っていうのが行われたそうでね、うん、これもまたいろいろ話題になってますね、はい、まあでも司会者が小沢さんのプライバシーについて聞くっていう最悪 の、はい、あの司会進行でしたよね。ありましたね。なんか再婚相手は見つかりましたかみたいなことを聞いて小沢さんが激怒したっていうね、というか聞いた本来党首討論で聞くべきことっていうのは政策であってね、うん、今の今回の参議院選にしてもですよ、AKB の選挙にしてもですよ、ないのは政策なんですよ。同じレベルなんですよ、本当に。ないですね。確かには政策ないですよ。どういう我が国をどのような国にしたいのか、はい、そのためにどうしますかという、うん、政策を国民は知りたいんですよね、うん、政局なんかどうだっていいんですよ、極端な話、うん、AKB と同じレベルの話だと思います。まあ、確かにね、まあ、実際なんか相手を怒らせるような質問して面白くなるかなと思ったのかもしれませんけど、質問自体が全然面白くないですからね、うん、てか打ち合わせしてなかったのかなとまず思うし、してないんでしょうね、そういうのね。ただまあ党首討論っていうもの自体はね、非常になんか公的な情報でもあるんでね、結構面白いアイデアだと思うんで、なんかこうテレビ局同士がもうちょっと協力をしてね、各局で編集した30分バージョンをそれぞれの曲で流すとか、なんか面白いことやったらいいのになとは思いますけれどもね、うん、だから公開上でやっぱり討論していくっていう空中戦という意味でインターネットも解禁されましたし、でどんどんやっていけばいいんだと思うんです ね、今までできなかったようなものを、うん、で国民に問うのはあくまでも政策であってほしいと私は思いますね、うん、そうね、それをアピールしてほしい、はい、あと都知事選の方も聞いていいですか。はい、候補者がいろいろ乱立気味になりそうだという、うん、でまあ、結局後出しじゃんけんの方が有利だって言われてるのがこの都知事選挙なんですが、はい、私残念なのは蓮舫さんが出なかったこと、出ない不出馬を表明したこと、まあ、出るかもしれません、まだ分かりません、まだね、確実、うん、蓮舫さんの支持母体ってもともとが電力総連だったんですね、前回の2010年の参議院選挙、電力総連ということで電力会社の組合なんですね。で連合東京も電力総連が、うん、会長を務めているという形で非常に強いんですけれども、電力会社潰されそうになっちゃったものですから蓮舫さんに恨み心髄でございましてね、で当然電力総連は応援しない。だから蓮舫さんがもし今回出馬してですよ、落選するとですよ、政治生命が絶たれるかもしれないって非常に楽しい結果だったんですけれども、蓮舫さんの敵はですね、実は民主党内にたくさんおりましてね、当然次の参議院選までは3年間ある、はい、で衆議院選挙ってことはどっか地盤を継がなきゃいけないんだけど、蓮舫さんには地盤がないわけですね、ってことはその間3年間ですよ、蓮舫さんにいじめられた山尾志織先生とかあの辺りがですよ、逆に蓮舫落としをするんじゃないかと、党内の勢力図が変わるんじゃないかという非常に楽しい状況だったわけです、女の戦い、はい、女の戦い見てみたいですね、キャットファイト、怖い怖い、まあ、
嵐のね、桜井パパはですね、はい、いろいろ名前は上がっているんですけれども、はい、ただ蓮舫さんが出るか出ないかっていうのはみんな気にしてたんじゃないですか。やはり、まあ、いろんな背景はあるにしてもね、はい、200万票とか前回は170万ですか、はい、まあ、東京で取ったわけなんで、はい、蓮舫が出ると勝てないと思ってる人はいっぱいいるんじゃないかと思うんですよね、うん、そうですね。ですから蓮舫さんが出た場合、うん、誰に候補をするかというと、うん、人気投票型の選挙になる可能性が高かったと言えるわけなんですね。逆に言うと蓮舫さんが出ないということになった場合、実務者を出してくる可能性が高まっていると、うん、その方がだけど東京都のためにはなると思います、うん、はい、オリンピックもありますから国と連携ができない、連携が取れないような知事を出す、マスルさんのようにですよ、うん、勝手に暴走するような知事を出すと国政も都政も不安定化しますから、そういう面でいうとパイプが太いきちっとした人になってもらいたいなと思います。堅実な方ですね、はい、で政治家だとですね、マスルさんみたいに政治資金収支報告書さらわれたらですよほとんど通らないんじゃないかっていう次は我が身か、そう、次は我が身だから当選したはいいけど持たないんじゃないかというね話もありまして、はい、そういう面で言うと実務派の方がいいんじゃないかということもありますね、うん、はい、誰もいなくなってる場合じゃありませんもので、そう、1ヶ月おきに選挙やらなきゃいけないとか言うですからね、はい、私もね、はい、ためにはなると思います、ね、はい、オリンピックもありますから国と連携ができない、連携が取れないような知事を出す、マスルさんのようにですよ、うん、勝手に暴走するような知事を出すと国政も都政も不安定化しますから、そういう面でいうとパイプが太いきちっとした人になってもらいたいなと思います。堅実な方ですね、はい、で政治家だとですね、松江さんみたいに政治金収支報告書さらわれたらですよほとんど通らないんじゃないかっていう次は我が身か、そう、次は我が身だから当選したはいいけど持たないんじゃないかというね話もありまして、はい、そういう面で言うと実務派の方がいいんじゃないかということもありますね、うん、はいはい、誰もいなくなってる場合じゃありませんもので、そう、1ヶ月おきに選挙やらなきゃいけないとか言うですからね、はい、私もね、はい、東京都の舛添洋一知事の辞職に伴う知事選で、民進党の蓮舫代表代行が立候補を見送る意向であることが17日、分かった。蓮舫氏は、改選を迎える参院選22日公示、7月10日投開票の東京選挙区に予定通り立候補する。民進党内には、蓮舫氏の都知事選立候補への待望論があったが、候補者選定は練り直しを迫られる。民進党関係者によると、蓮舫氏は、岡田克也代表と枝野幸男幹事長に都知事選には立候補しない意向を伝えた。都知事選に転じる場合、参院選公示前日の21日までに判断を迫られるが、都知事選の告示は7月14日と決まり、3週間以上先になる。最近の都知事選は、候補者が出揃ってから、後出しで出馬表明した候補が勝つ傾向にあり、
先に手を挙げるのは厳しいとの見方があった。蓮舫氏は野田佳彦前首相のグループに所属するが、野田氏も都知事選への転出に慎重な考えだった。また民進党は参院選で改憲勢力の3分の2阻止を掲げている。獲得議席数が岡田氏の責任論と直結するため、1議席でも議席を上積みする必要がある。東京選挙区改選数6での2議席確保は蓮舫氏抜きでは難しいとの声が強い。岡田氏は参院選に全力を挙げたい意向だ。蓮舫氏は参院当選2回、キャスター出身で民主党政権では行政刷新情報でもあるんでね、うん、結構面白いアイデアだと思うんで、なんかこうテレビ局同士がもうちょっと協力をしてね、うん、各局で編集した30分バージョンをそれぞれの局で流すとか、うん、なんか面白いことやったらいいのになとは思いますけれどもね、うん、だから公開上でやっぱり討論していくっていう空中戦という意味でインターネットも解禁されましたし、うんうん、でどんどんやっていけばいいんだと思うんです ね今までできなかったようなものを、うん、で国民に問うのはあくまでも政策であってほしいと私は思います ね、うん、そうね、それをアピールしてほしい、はい、あと都知事選の方も聞いていいですか、はい、候補者がいろいろ乱立気味になりそうだという、うん、でまあ、結局後出しじゃんけんの方が有利だって言われているのがこの都知事選挙なんですが、はい、私残念なのは蓮舫さんが出なかったこと、出ない不出馬を表明したこと、まあ、出るかもしれませんまだ分かりません、うん、まだね確実、うん、あの蓮舫さんの支持母体ってもともとがあの電力総連だったんですね、うん、前回の2010年の参議院選挙電力総連ということで、あの電力会社の組合なんですね。で連合東京も電力総連が、うん、あの会長を務めているという形で非常に強いんですけれども、うん、電力会社潰されそうになっちゃったものですから蓮舫さんに恨み心髄でございましてね、うん、で当然電力総連は応援しない。だから蓮舫さんがもし今回出馬してですよ、うん、落選するとですよ、うん、政治生命が断たれるかもしれないって非常に楽しい結果だったんですけれども、うんうん、あの蓮舫さんの敵はですね、うん、実はあの民主党内にたくさんおりましてね、当然次の参議院選までは3年間ある、はい、で衆議院選挙ってことはどっか地盤を継がなきゃいけないんだけど、蓮舫さんには地盤がないわけですね、ってことはその間3年間ですよ、うん、蓮舫さんにいじめられた山尾志織先生とかあの辺りがですよ、うん、逆に蓮舫落としをするんじゃないかと、うん、党内の勢力図が変わるんじゃないかという非常に楽しい状況だったわけですよ、はい、女の戦い見てみたいですね、うん、キャットファイト、はい、怖い怖い、まあ、あの嵐のね、うん、桜井パパとかですね、はい、いろいろ名前は上がっているんですけれども、はい、ただ蓮舫さんが出るか出ないかっていうのはみんな気にしてたんじゃないですか。やはり、まあ、いろんな背景はあるにしてもね、はい、200万票とか前回は170万ですか、はい、まあ、東京で取ったわけなんで、はい、蓮舫が出ると勝てないと思ってる人はいっぱいいるんじゃないかと思うんですよね、うん、そうですね。ですから蓮舫さんが出た場合、うん、誰に候補をするかというと、うん、人気投票型の選挙になる可能性が高かったと言えるわけなんですね。あの逆に言うと蓮舫さんが出ないということになった場合、あの実務者を出してくる可能性が高まっていると、うん、その方がだけど東京の都の担当省として事業仕分けを担当して注目を浴びた。なんか町場はなんか選挙一色になってきましたよね、選挙とあと都知事選、はい、ね、あるし、はい、まあ、先日はですね、うん、ニコニコの方でね、はい、あの党首討論っていうのが行われたそうでね、うん、これもまたいろいろ話題になってますね、はい、まあ、でも司会者が小沢さんのプライバシーについて聞くっていう最悪 の、はい、あの司会進行でしたよね。ありましたね、なんかあの再婚相手は見つかりましたかみたいなことを聞いて小沢さんが激怒したっていうね、というかだって本来党首討論で聞くべきことっていうのは政策であってね、うん、今の今回の参議院選にしてもですよ、 AKB の選挙にしてもですよ、ないのは政策なんですよ、同じレベルなんですよ本当にないですね、確かには。どういう我が国をどのような国にしたいのか、はい、そのためにどうしますかというこの政策を国民は知りたいんですね、うん、政局なんかどうだっていいんですよ、極端な話、うん、AKB と同じレベルの話だと思いますまあ、確かにね、まあ、実際なんか、うん、相手を怒らせるような質問して面白くなるかなと思ったのかもしれませんけど、うん、質問自体が全然面白くないですからね、うん、てか打ち合わせしてなかったのかなとまず思うし、してないんでしょうね、そういうのね、うん、ただまあ党首討論っていうもの自体はね非常になんか公的な、うん